はい、キャプテン浩二でーす。よいしょ。はい、こんにちは。またね、お仕事をちょっとやって、下の方に降りてきました。いいお天気ですね。今日はね、風が冷たくてね、冷たいんですけどもね、気持ちいい風が吹いておりますね。ポカポカ陽気でございました。ただいまの日時ですけども、2021年の3月の22日月曜日、夕方のね、4時49分になっております。はい、こんな感じでね、遠くの方で鳥がね飛んでおりますね。気持ちよさそうにね。外に出るとね、外出するとね、いろいろね、もう暖かくなってきまして、春でね、お花もね、綺麗に咲いております。菜の花とかね、桜の花もね、もうつぼみからもう咲き始めておりますね。すごくね、いい感じになってきております。活気が出てきてますね。商業施設今日も行ってきました。そしてね、途中でね、リサイクルショップにね寄ってね、本をねちょっとね久しぶりに中古のね本、なんか良さげな本があったんでちょっと買ってきました。100円でね、これだけ厚みがあってね、なんかね文字がね読みたいなと思いまして、バトルロワイヤルって書いてますね。これだけ厚いね本がね、なんかね1冊2冊とね、こういったね読みたいなと思いましてね。もう一つはね、香川照之さんね、俳優のね香川照之さんの俳優は素晴らしい、キネマ春報社って書いてますけどもね、なんか面白そうなね、この人もね、小田切城香川照之って書いてますけども、なんか面白そうな、なんかね、ネタになりそうなね、本をちょっと買ってきました。ちょっとね読んでね熟読してね、またね、なんかいいアイデアがありましたら、これからね本からね吸収してね、そして皆さんにまた動画撮ってね、お知らせしようと思います。はい、こんな感じでちょっとここ置いときますね。また隙間事件でね、仕事も忙しいし、いろいろ忙しいんで、隙間時間でいろいろやっていこうと思います。はい、そしてね、今日はね僕のね誕生日でございます。56回目の誕生日かな、もう忘れましたけど、昭和40年やから1965年生まれなんで、今ね2021年なんで、35+21は、56歳ですね。56歳になりました。朝からね、Facebook のね友達ね、Facebook の友達がからのねお祝いメッセージがね鳴りやみません。ちょっとね返事返すのはちょっと難しいと思いますけどもね、頑張って返したいと思います。そして YouTuber の皆さんもね、一応ご報告ということで56歳になりましたね。またね、この1年、コツコツとね、頑張っていきたいなと思っております。今年はね、健康をテーマにねいろいろやっております。そして楽しいことね、お好み焼き焼いたり、たこ焼き焼いたりね、で、倉庫の中はこんな感じでね、ラジコンカーをやったりね、いろいろごちゃごちゃしてますけどもね、このごちゃごちゃした感じでね、整理整頓というよりもこの一角はねちょっとごちゃごちゃして、なんか自由な感じでね、
作業していきたいと思っております。はい、それではね、先日タミヤ TT01 ですけども、もうね仕上がりました。そして昨日ね、動画撮らなかったんですけども、このねアンプがね、調子が悪かったのかと思います。もうだいぶ、昔のね、何十年も前のねアンプだと思います。ですのでこのアンプがね時々ね悪さしてね悪かったので、付け替えました。こちらにね、TT04 についていたねタミヤのね純正のね、これた、TT04 の、ベルトドライブですけども、これからアンプね、タミヤ、これねタミヤのアンプを付けました。そして双葉のね、もともとついてたこの受信機は問題なくてですね、そんな感じで、あとねちょっとこのサーボの方もねちょっと心配だったので、サーボもこのね S3003 ですね、双葉のね、これもちょっと外して、TGX のねスペアカーにねついてたね、予備でついてた矯正のねサーボを今取り付けました。そしてねこのアンプにした途端ですね、なかなかいい反応がね良くなりましたね。ちょっと見てもらいましょうかね。はい、ねすごくねいい感じで、もう仕上がったと言っていいでしょうね。はい、こんな感じで、ステアリングを切ってみます。いきますね、ステアリングね、この速さですよね、この速さ、むちゃくちゃ反応が良くなってね、そしてね、先日壊れたパーツですけども、これですね、今白い部分が見えてますでしょうか、これがね樹脂でね、割れてね壊れた部分をちょっとまな板ね、まな板の樹脂を切ってね、100均で売ってたねこのまな板ね、まな板の樹脂をサイズを合わせて切って、そして、取り付けましたが、ちょっとね隙間が空いてるんで、ちょっとねワッシャーを2枚かませてね、でやってみたところ、もうすごくいい感じです。はい、この感じでね、だから矯正のサーボに取り替えたんですけども、すごく反応が早くてね、こっちの方がねコーナリングいいですね。はい、それではねちょっと走らせてみましょうかね、せっかくですので。あとね、TT01 でねコメントを来てまして、視聴者さんからコメント来てまして、音が鳴ると、ギアデフギアから、ね、音が鳴るみたいな、こんな感じでね、やっぱりね擦れてる部分がね結構ありますんでね、シャフトドライブですので、このシャフトのこっち側のね部分ねとかね、ギア周りちょっと音が鳴ったりしますし、モーターもね時々ねキュイーンというね高周波のね音が鳴るんですね。今鳴りませんけどね、だからね、しばらくね、走行させてみたらね、治るかもしれません。僕の場合はもう治りましたね。モーターのあたりからなんかキュイーンという音がしてた、耳障りなね、音がしてたんですけどもね。はい、今のところは大丈夫ですね。油をね時々ね開けてね、ギアを開けてね、油やグリスを挿した方がいいと思いますね。そしてねしばらく走ってないとね、やっぱりね
まずいので、時々ねやっぱり走らせた方がいいですね。はい、それではね、ちょっと待ってください。今日ボディつけます。R33 のねボディつけますんでね。今日は R33 にチョイスして、せっかくですので、今日誕生日ですけどね、僕の誕生日ですけども、もうね、別にあんまり気にならないというかね、ただね、SNS でね祝ってくれる人がいるんで、一応ね挨拶はしとこうと思いましてね。SNS でいつもお世話になってる ね人が いまして、そしてね、一応やっぱりはね挨拶はしとこうと思いました。はい、それでは行きましょうかね。やっぱりね、1週間に1回ぐらいはね走られた方がいいかなと、様子を見るためにね。もうねほぼね、この TT01 仕上がってます。仕上がってるっていうか、どこもね悪いとこないんですよね。はい、ちょっと走らせてみますね。ちょっとこんな感じかな。はい、今ねスポンジタイヤでね走らせてますのでね、あ、ちょっとね西日がちょっとね強くなっておりますので、この辺で、いかがでしょうか。こんな感じでね、ちょっと広角で、また撮ってみたいと思いますけども、はい、
はい、あちょっと寒いのでね、もう終わりましょうかね。はい、こんな感じでね、アクセルもね、アンプの方もね、問題なくね動いております。はい、いかがでございましょうか。全然問題ないですね。今ね、スポンジタイヤ破壊してね、スポンジタイヤの上からシリコンコーキング、シリコンコーキングしております。はい、ちょっと戻りましょうかね。かっこいいですね、 R35GTR。 はい、ちょっと戻ります。20分か。あー今日寒いな。本当にね、この TT01 もいい車ですよね。よく走るし、スポーツチューンモーターとかね、またねつけて走らせてみたいと思いますね。540モーターでもね、いい感じで、スピードはね、もうそんなにね、サーキットじゃないんでね、100メートルぐらいのね、直線とかないとやっぱりね、
かなりのスピードで走らせるのは難しいかなと思いますね。だからもう大体40キロとかね、50キロあたりですかね、この電動カーはね、走らせやすいのはね、広い駐車場とかで走らせるのも、まあ50キロぐらい出てれば十分なんで。はい、それでは中古でね、あの去年中古で買ったんでね、かなりガタは来てますけれどもね、ガタは来てますけれども、まだまだね十分使えると思います。先日ね、リアね、リアのね、あのタイヤね、エアコンパテを全部取ってね、元に戻しました。そしたらね、デフがこんな感じでね、効いております。あ、効いておりますが、デフが回っておりますね。フロントの方はね、ちょっとね、まだやってないんで、フロントの方はちょっとまた後日やろうかなと思っております。あー寒い。またね、石がね、この中に噛んでねおりますけれども、石がね、このモーターの中にね入って出てこないね。こっち側に行ったらどうかな。お、待て、まだ出てきたね。さあ、あ、こんな感じでね、小石がね中に入ってますんで、後でね、またエアーでね拭いておきましょう。ちょっと待ってくださいね。デフをね、これをはい、その感じでね、フロントね、ちょっとバラしてみますね。次回はね、フロントのギアバラして、ちょっとあれやけどな、あんまりレフが効かないのもねあれなんですけども、ちょっとバラしてまた元通りに戻してみましょう。普通に走ればいいんでね。フロントにちょっとね、重量をね、フロント重たくしたいなと思っております。もうちょっと重たくしたらね、今弱アンダーぐらいですのでね、この状態で弱アンダーなので、フロントちょっと重たくしてちょっと走らせてみたいと思いますね。エアコンパテまたつけてね、エアコンパテかなんか鉛かなんかつけてね、ね、ほんとね、不快な音がね、鳴りやんだというか、全くしませんね。はい、キュイーンとね音がしてたんですけどね、オイルスプレー刺しましてね、各部にね、オイルスプレーを刺したので良くなったのかもしれませんね。また刺しときましょう。はい、こんな感じで
はい、それではね、終わりたいと思います。よし、はい、それではありがとうございました。またね、よろしくお願いいたします。いろいろと本当にね、もういろいろとありがとうございます。それでは失礼します。はい。